見えるか、見えへんか、見えへんってことは心が汚れてるかもわからへんで大変長らくお待たせしました。私福山雅治でございます。違うか。改めまして、私兵庫県は尼崎市からやってまいりましたちっちゃいおっさんこと坂田新一45歳でございます。どうぞよろしくお願いします。アリーナー、アリーナー、あー関西からみんな来てくれたんがお気に入りやで。これね、関西からね来てくれた方に作っていただいたこの名札、これ見て、でかすぎる。もう邪魔、こんな言うたらな、お気に入りやけども、いやーほんまね、今日はね、こんなお天気やからね、春のうららの隅田川をお散歩したんやけども、めっちゃ魚がおったね。そんなわけでね、今日はね、残念なことにわしの嫁はんがついてきてモテるんや。それだけは避けてほしかったんやけども、同じステージでやってくれ言われて、いややけど呼ぶか。みんなじゃあせーので呼んでくれるか、わしの嫁を。じゃあせーので呼ぼうか。いややけどやっぱやめとこか。もうやめとこかな、しょうがないか。じゃあ呼ぶで、せーの、ちっちゃいおばはん。はい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 、どうも、まいたです。皆さんこんな集まってくれてどうもお気に入りやで。はい、私改めましてやけども、はい、私新垣結衣でございます。怒られるでよ。16茶を飲んで生き生きしよう。さんつって、もうおばはん、はい、会長の滑り出しでございます。うん、もうみんなの心をわしづかみやね。めちゃくちゃ絡みづらいし。ええなよ。わしが前説になってるやないか、俺。なんやの。わしが前説みたいになってるし。やないなんだ。お前今日あれやろ、台所のところに。なんやの。グラスのところにね、こう水置いてあったからね、わし二日酔いやったから境にね、水を一気飲みしたら、それ焼酎やったやないか。それあんたが悪いんやないな。どないしてくれんねん。あんたまた飲んできたんかいな、ほんま。もうほんま二日酔いやけども、みんな今日はね、涼しいな。何の話だ。めちゃくちゃ涼しいな、これ。あんたえらい安いだな、これも。見て、こら、わしのこの格好見て。何？これね、ギター履いて、うん、ね、こうランニングシャツ、ね、うん、涼しいわ。ああ涼しい、むしろ寒いぐらいやわ。誰かあったかいスープを飲ませてくれへんか。いやいや、恥ずかしないな、ほんまに。この中で一番熱いのあんたとうちやで、ほんまに。なあ、うん、ほんまね、みんなね、せっかく暑い中来てくれたけども、うん、くれぐれも熱中症には気をつけてや。ほんまやで、気をつけや、うん、熱中症に大事なポイントを今更ながら言わせてもらうで、なぜならわしはなぜなら熱中症予防大使や境に、うん、お気に、だからみんな今日わしおっさんじゃなくて大使やで。みんなせーので大使って呼んでくれる？ちょっと呼んで、せーので言って、せーの、大使。なにお父ちゃん気ぃすんだかいな。気ぃすんだ。うん、ほんまに。ちょっと前から思ってたけど、水でそれカバンの中何入ってんの。カバンの中あんたね、よう聞くけどね、うん、うん、うちもね、アメちゃんやね。アメちゃんじゃない。ほんで、ルマンド入れとったんやけど。いいやもう、うん、ボロボロボロやないか、もう。もういっぱい入れとって。ボロボロやないか、うん。ああ、はいはい。ねえ、これあげようか、ボロボロやけど。もうほんま打ち合わせと全然違うこと喋るから、全然リンクや、ほんまに。はいはい、あ、またボロボロになってもらう。うん。ほな、うちらはね、アメ巻きしようか、ほんま。置いちゃうねんから。ねえ。ねえ、な。えらいやれやな、ほんま。雨欲しいがためにめっちゃ手あげてくれるじゃない。ね、もうしょうがない。じゃあ、アメちゃん、アメちゃん配ろう。アメちゃんが欲しいか、ちっちゃいおっさんは好きか、ニューヨークへ行きたいか、勝手に行ってくれというわけでね、アメちゃん配ったって。はい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 。持っとけ持っとけ。そう、
熱中症に大事なことはこまめな糖分とね塩分補給やからね、みんなちゃんと帽子かぶって水分補給して頑張るんやけどもね、みんなそこのねでっかいのっぽのタワー、あれなんやこれ見えへんな、あれか噂のクリスマスツリーは。あんたクリスマスツリーやないやないの、わしがよく行くやつか、尼崎の港で。それあんたツリーやの、ほんまに。あれか、なんやの、Don't think, feel it。 いやもうブルースリーやのそれ。よう分からへんかったか、あんたほんまに。ブルースリーよう分かったな、みんな。うちもいまいちでよう分からへんかった。ブルースリーとスカイツリー間違えるから言うから ね、スカイツリーみんな600、何やったっけ、何メートルやったっけね、この高さ高いやろ。うん、わし実はね、2、3回ね、このタワーがね、ツリーが建設中を見たんやけども、見たことある人手挙げてね、すごいよね、あの風景が実は一番かっこよかった思うで、わしね。そんなわけでね、気づかっちんやけども、せっかくみんなわざわざ暑い中見に来てくれたさかいに、今からみんながハッピーになるあのおまじない送りまっせ。その前にお父ちゃん、声大丈夫かいなんだ。大丈夫だ、これね、しゃべりきっとくみたいな声になっとるから、いつもはここでハゲチョビームと行きたいけども、今回は関西の方々の強烈なご要望により、はい、別バージョン行きまっせ。みんな幸せになりたいか。よっしゃ、わかった、そこまで言うやったわしもおっさんや、今から幸せになるおまじない送りまっせ。そんなに誰も待てへんかったけどね。あそこで メロンマが待ってるから待いとんねん。みなのこの頭を下げい、ミミズもカエルもごめんなさい。はい、ジョンジョロリンのジョンジョロリン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 。はい、オッケーです。これでみんなハッピーになれるで。うちからね、ちょっとうちの旦那が本当に深く お詫びいたします。カモンやって言うな。ええやないの、簡単と社内やないの、ほんまに人間やねんか、社内やないの。何やってもみんなの前で怒るんか。何やの、あんたかってほんまに、もうそんなこといちいち言うから社内やないの、ほんまに。もう分かった、もうみんなの前で言うたるわ。何やの、ね、今気づいたわ。何やの、お前のこと好きちゃう。はぁ、もうあんた失礼、もそんな言うやったらもうご飯抜けやで。そんな言わんといてくれや。よ、兵庫県の断密。そんなもうちょっとみんなの前で、はぁ、してる。でもちょっと、やめてよ。よ、兵庫県の剛力あやめ。それももう髪型だけやないな。ねえ。そやねん、人の話はみんなちゃんと聞いてほしいよな、みよ。なんやの。わしがお前のこと好きちゃうんやけども。は愛してるんやでおきに。そして何よりもこんな暑い中尊いご縁をいただいたみんなを愛してるで、おきに。そんな感じでわしらみたいなね、フレンドリーな人が多い町が兵庫県尼崎だからね、もしよかったらみんなね遊びに来たってや。ぜひ来たってや、おきにやで。うん、みんな今からわし言うことを守ってくれや。はい、守れる人手挙げて。はーい、おー、見たら声エコばっかりやんなね。うん、行くで。みんなお父さんお母さんをいつまでも大事にするんやで、そして何より自分を大事にするんです。これ約束やで。いやね、わしら全国いろいろ見させてもらってね、いろんな風景見てきたけども、今日見させてもらった隅田のお客さんの笑顔が一番の絶景やったでー。毎度大きにこんな大きにやで。ありがとうねえ、うん、ちょっと喋りすぎたらメロンマとかね、押すからね。はい、お疲れ様でした。ちょっと、お父さん、ごめん。はい、どうもありがとうございました。すごいね、ガリガリの声。ねえ、ほんまにごめんやで。本当によ、あれ、ね、ふなっしーはあんなに忙しくても綺麗な声でヒャッハー言って帰ったのに、ほんまやで。おさ忙しくてもう声ガリガリになってる。ヒャッハー
もうミヤネ屋さんに出てもその声だったらちょっとテレビモザイクになっちゃうからね。キャッハーちゃんなんだ、ほんまに。キャッハーももうカス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 よ。ただ意外とお父ちゃん結構止めた。毎回ほんまディスるな。だから私叩かれるんだ。やめてくれる。そうかそうか、いけない。ほんまに飲みすぎてあかんな。そう、ほらあんたのせいやないな。2日間ある時必ず飲んでるもんね。ほんで喋りすぎて、そうそうそう、ほんで歌いすぎて、ね、昨日愛知にも喋りすぎて怒られてたからね。お前言わんでええやろそれ。まあでもあのそう、いろいろ大変かと思いますけども、声お大事に、お気に、優しく、ね、優しくちょっと言ってみた。みんなありがとう。大浜もあのおっさんのお世話よろしくお願いします、ね、ありがとう。、ね、もういつも旦那がお世話になってるんですよ。とんでもないですよ。で、あの、はい、すいませんけど、とっとと帰ってもらっていいですか。時間待ってるんで。お父ちゃん、もう絡みづらいわ。挑戦しようやで、挑戦しようやで。